モッシャー主役とは、マンデル酸の構造が元となったカルボン酸の一種、アルファーメトキシアルファーフェニール作酸,酸のこと。有機化合物の不正構造や光学純度を調べるために用いられる、光学活性誘導体化主役の一つで、ハリー・モッシャーによって最初にその用途が示された。モッシャー主役自身も光学活性体があり、R 体と S 体のいずれも市販品が入手可能である。 この主役を用いた絶対配置の決定法が、モッシャー法、新モッシャー法として知られる。高学活性誘導体化主役としての利用ではまず、絶対配置や高学純度が不明なアルコールやアミンと、モッシャー主役等を脱水縮合させてエステル、またはアミドとする。その生成物は、モッシャー主役由来の高学中心が導入されたことで、 ジアステレオマーとなっているため、NMR スペクトル上に違いが現れる。そのシグナルの化学シフトの変化や、積分比を解析することで、元のアルコールやアミンの絶対配置や光学純度を決定する。絶対配置の決定法についての詳細は、モッシャー法そして改良法である、新モッシャー法の項目を参照されたい。高い反応性が望まれる場合には、 カルボン酸の酸塩化物を用いる。これも、モッシャー主役と呼ばれる。なお、命名法の関係上、モッシャー主役のカルボン酸を酸塩化物にすると R と S が逆転する。このことが、しばしば混乱のもととなるので注意が必要である。ありがとうございます。